どうもこんにちは。録画してるとあれだよ、言及するよ。今日社長なんだ。今日は雇い主なんだぞ俺。今日は大型をやっている、大型トラックの運転手をやっている友達に、雇い主なんだ。あの荷下ろし、荷の下ろし、荷下ろし雇い主なんだを手伝ってくれということで、アルバイトをいただけるという、アルバイト代をいただけるということで、今からどこに行くんでしたっけ。成駒の啓太。成駒の啓太成駒の啓太って言いました。今からなので、埼玉県の方に今この大型に荷物を満帆に積んだらしいので、それを僕が今から下ろして、今日はアルバイト代を稼いでいこうと思います。今圏央道に乗っております。ここどこですか。もうすぐ相模原。はい、大丈夫。今ね、もうちょっとであと1キロでね、相模原になります。これからちょっとあと1時間ぐらいで着くということで、楽しんでいきますんで、まだ僕後ろの中身見てないんで、ちょっと楽しみにしておきます。では失礼いたします。トラックが通るとこじゃねえべ。もうね、こんな民家のところ大型トラックが入るのやばいよね。買えそうだなこれ。だってここら辺もうみんな大型通るでしょ。こっちから来る人もいるし、向こうから来る人もいるから。そうなんだ。こんなお前あれだよ、ここ普通の。あ、よし行くか。ここ、なんか大変そうだね。頑張ろうか。気合い入れてやってくれや。ちょっと俺だと思ってや。他のトラック来てないの。来てるよ。いや来てないじゃん、誰もいなかったよ。他のトラックここで降ろすんでしょ。もしかしたら空いてる方かもしれない。何すんの、何してんの。行くんだよ。え、行くんだよ。何行くって。下ろしに行くんだよ。え、俺も行くの。ああ別についてきてもいいし。ヘルメット俺のは。お前撮ってる中でやめろよ。お前言われたら俺知らない人です。別にいいよ、撮ってていいけど。ほら途中からなんでお前このジャンバー、俺のうちのジャンバーと一緒じゃんこれ。違えよ、別にこれお前俺の全然関係ねえやん。うちのジャンバーと一緒じゃん。嘘、 XG ベックとかやつだよこれ。うちのジャンバーと一緒じゃん。あ、ほんとけ。これダメ。そう、 X… うちの横手イーベック。知らねえ、やめろ。で、何うちのジャンバーと一緒じゃん。で、何すんの。え、俺も行くのこれ。別についてきてもいいし、ついてこない。いや、行くよ、ちょっと通り来てん。じゃあ今、行きます。え、バックでカッコつける男。さらバックでカッコつけ10トンバック。どうしようかな、どっくらあげようかな。何が、あげるか。なかなか見えねえな。扉開けるんじゃないの。開けない。え、中で開けるか。へえー、何してんの。マックスまで上げた方がいいだろ。え、何してんの今これ。エアサス上げてる。エアサスか。エアサスってビッグスクーターで。あ、どこ行った。着帽ということで帽子をかぶっていきます。あ、ヘルメットあんじゃん。ヘルメットかぶるんだべ俺も。あんじゃん後ろ。じゃあ俺帽子でやるから。え、このメットかけよ。黄色いやつ。途中だって横手って入っちゃった。あ、そう、いいじゃん別に。いや着帽だけしてまして態度だけ。いや結局言われるから。オッケー、一緒なんだよ。いきやす。あのサポーターつける。俺もトイレ行くから。どっちに。何のサポーター。腰だよ。やっぱりトラックドライバー腰をやってるんですか。ジャンバー持ってきてないから。え、何それ、ネックウォーマー。うん、ジャンバー持ってきてないから 最大に失敗したんだよ。そんな寒いの。寒いよ。あ、俺のジャンバー買う。5000円でいい。今なら5000円で売ってやる。だから今日のニットプラス5000円で1万円で売ってやる。どうする。いつまで撮ってんの。お、いいんですか。先に渡しとく。ほんとけ。今日のニットをいただきました。これ頑張りやんなきゃ。あ、いや、あれだね、お前のモチベーション上げるために先渡したんだよ。俺ね、先にもらっちゃうとね、サボるからダメなんだよ。あ、そうなの。
先にもらうとね、人間そうなんだよ。先になんか与えられるとね。逆ね、持ち物自分。ダメなの、いや、もういいや、もらっちゃったから。逃げれないじゃん、もうここまで来てんだから。うん、まあまあ、逃げれないけど。帰ってもいいよ。どうやって帰るんだよ。埼玉県なんで。どうやって帰るんだよ。厚木までよ。え、どうする、ジャンパー買う？買うね。まあいいや。俺が、降りていいんだべ。どうやって開けんの、これ。これだ。すげえ高え、これ。うん。水分、コーヒーもらったじゃん。すんげえ高え。階段が3段もあるよ。ちょっと危ねえな、これ。よし。まだまだ閉めてねえよ。なんか終わりが見えてきました。もうこの。なんか俺もそうですよ。え？なんか俺もそう。これ全部手摘み手下ろし。死んじゃうよ、こんなの。1万円でもやんないよ。ようやく終わりました。ふーちゃん、お疲れ様。おろし終わりましたね。10トン手おろしでどうですか？眠くもうね、最初俺ね、ガム噛んだじゃん、キシリトールの。もうそれがね、もうガムを吐きたくてしょうがなかった。もう2時間ぐらい。8時にやって10時半に終わったべ、2人で。どうですか？早い方ですか？どうだろうな。遅い方。いや、ほら、俺初めてだったから。いや、1人でも早い人だったら2時間半で終わるからね。あ、そう。逆に俺がいたことによって遅かった。いや、早い人だったら2時間で終わる場合もあるよ、多分。じゃあ今日は僕が足を引っ張っていただくということで。もう帰って疲れたんで帰って寝ます。もうやりません。お疲れ様でした。何にも映ってねえし、顔。